アトランティックサウスイースト航空529便不時期事故とは、1995年8月21日にアメリカ合衆国上ジ,ジア州で発生した航空事故である。飛行中にプロペラ機の左エンジンが爆発、不時着後の火災により死傷者が出た。同系機の演武120この日、ハーツフィールド・ジャクソンアトランタ国際空港発ガルフポートビロッキシ。 空港行き ASA529 便は乗員3人、乗客26人の計29人を乗せ離陸した。離陸から約20分後に高度18000フィートまで上昇したところで衝撃とともに左エンジンが爆発した。機長らは近くの空港にダイバートしようとしたが、エンジンカウルの損傷による空気抵抗の増大により高度が下がり続け、 空港にたどり着くことができずに、ジョージア州西部の牧場に不時着した。機体は木々に衝突しながら不時着し、着地時に左主翼が脱落して、胴体部分は前後に分断した。不時着直後は、機長は頭を打って、意識を失っていたものの、乗員乗客全員が生存していた。しかし漏れ出した燃料に因果し、火災となり、機長と乗客4人が死亡した。 事故発生から1ヶ月の間に3人が死亡し、さらにその4ヶ月後に1人が死亡し、最終的に9人が死亡して20人が重軽傷を負った。事故機はエンジン整備の際にプロペラ内のウェイト交換を行っていたが、不適切なものが使用されたためにプロペラにひびが発生した。このひびは飛行を繰り返すうちに金属疲労で拡大し、529便の フライト中に強度が限界に達し、プロペラが接損、その破片によりエンジンも大破した。通常、エンジンが停止した場合はプロペラをフェザリングして、空気抵抗を最小限にすることにより高度を維持できるが、プロペラ接損とともにエンジンカウルも大きく損傷した、ためフェザリングできず、高度を維持できなくなり、不時着を余儀なくされた。ありがとうございます。